はい、こちら、丸坂養鯉場さんの緊急釣り、4歳メスです。サイズが73センチです。お願いします。はい、なかなかいそうで数の少ない緊急釣りですね。その中でも70センチを超える緊急釣りって少ないんじゃないでしょうか。同じ金昭和とか、同じようにですね、どちらかというとなかなか大きくならない品種ではあります。70センチを超えますと今度80センチに向かって伸びますので、70センチが一つのラインじゃないかなと思っております。伸びる素質を持っているそんな一匹ですね。金昭和やこの銀白、そしてこの緊急釣りなのも同じなんですけども、やはり一番を見るところはこちら光物なので、よく光っていることです。カテゴリーでは光写りとなります。基本はですね、もちろん顔前から尾の先まで均一な色が乗っていること、そして、手の先から尾の先まで、まあ、紅鯉と一緒なんですけども、赤がちゃんと乗っているということですね。まあ、物が若干落ちてしまうものっていうのはですね、手の先が白かったり、この尾びれの先が白かったり抜けるんですけども、この緊急釣りはですね、顔から尾の方まで全てオレンジ色が均一に乗っております。はい、正面です。このオレンジ色、赤じみもなくですね、綺麗なオレンジ色が分かりますでしょうか。はい、墨もですね、こういう品種墨が悪いのが特徴なんですけども、よくこれ墨が乗ってます。墨ぼやけないです。はい、こちら側も綺麗な墨が乗っております。そしてお腹の方までこの紅の色が均一に、あのオレンジ分かりますでしょうか、なっておりますね。悪いものですとこのお腹の下がですね、白くなったりするんですけども、こちらの緊急釣りはお腹の方まで色が赤いです。はい、腹下ですね。はい、お腹の方もオレンジですね。こういうのがいいです。お腹が白いのはですね、白がこう上がってきてしまうので、特徴的にはこのお腹の方まで赤っぽい、赤い色がついているやつの方がいいとされます。はい、墨模様もいい、あの感じですね。将来的にはこの顔の墨ももうちょっと浮いてくると目割りしたような感じになって、もっともっと見栄えが良くなってくると思います。はい、時期的にね、まだ今少し痩せてるのでね。そうですね、今この時期全くうちも今野池前とか潜水で池を移動したりするので、餌はもうかなり切ってますので、どの鯉も今細いです。で、まあこの鯉細いので今なら遅れるんですね。そうですね、逆にすぐ遅れますので、はい、ね、大和便にはなってしまいますけど、ちょっと73センチ大きいんですけども、あのきっちり30キロで これはこのレベル、この体型なら今なら遅れますので、ぜひともこの最後のチャンスにですね。そうですね、大きい本当に、ギリギリのサイズですね。変わった品種をお探しの方にはぴったりな一本じゃないでしょうか。まだまだ、顔も大きいですしね。そうですね、伸びる素数がある緊急釣りだと思います。はい、いかがでしょうか。こちら丸坂養鯉場さんの緊急釣り、4歳メスでサイズ73センチです。ぜひよろしくお願いいたします。